お疲れ様です。井上です。編集者としてもうちょっと成長してみよう、企画の25日目です。今回は今ご覧いただいている動画を使って、先ほどご覧いただいたピクチャーインピクチャー、映像の中に他の映像を映す動画を作りたいと思います。スマホの画面に動画を映したいんですが、スマホが結構動画の中で動いてしまっているので、モーショントラッキングの機能に活躍してもらうことになります。まずはタイムラインに元となる動画を入れます。さらにピクチャーインピクチャーで内側に映したい動画を追加します。追加したら今度は後から追加した動画のサイズを調整します。だいたいスマホの画面と同じようなサイズにして角度も変えておきます。もう少し小さい方がいいかな。一度位置を調整してみて、問題なかったら一旦中に映す動画を外して元の動画にカーソル、左クリックで選択したらモーショントラッキングのチェックボックス、モーショントラッキングの追跡フレームが表示されるので、動画を置きたい場所の近くに持ってきて追跡を開始します。追跡が終わったらモーションを適用するクリップに中に映したい動画を選んで動画の位置を調整。調整が終わったらBGM をつけて、長さを調整して試しに再生してみましょう。こんな感じです。今回はスマホの画面の光が強かったので、ちょっとモーショントラッキングで追いかけるのが難しかったところはあるかもしれません。本日もお付き合いいただきありがとうございました。